こんにちは。こんにちは。寒い冬なんですけど、はい、年のせい迫る、はい、今日この頃ですね、はい、そんな中今日ご紹介するのはですね、はい、スズキヘブリーワゴン、はい、グレードが PZ ターボ、はい、4WD、年式が平成18年3月、はい、走行距離は11万キロ、はい、色がパールホワイト、車検が平成27年3月までとなっております。はい、駆動がですね、先ほどもグレードで申しました 4WD、はい、ミッションが4速オートマとなっております。はい、主な装備はですね、エアコン、パワーステ、パワーウィンドウ、ダブルエアバッグ、 ABS キーです。それから目の前に映ってます CD/MD プレイヤー、オートエアコン、はい、それからですね、助手席側スライドドアが電動スライドドアとなっております。はい、その他ですね、外装でいうと純正エアロ、純正フォグライト、アルミホイール、はい、などなどです。あとですね、リアヒーターがついてたり、あと 4WD なんで、はい、確かシートヒーターもついてますね。はい、シートヒーターあります。それからドアミラーもヒーターがヒーテッドミラーになってます。はい、という、まあ豪華な装備、PZ ターボ、いいですね。はい、まあ 4WD なんで、まあ今からの季節いいんじゃないかな。シートヒーターなんかもあったかいですね。はい、どうですか、エンジン、オートマ、機関は。機関良好です、スムーズですね。はい、変速色も特になく、そうですね、ターボなんで力強いですね。はい、やっぱりいいですね。はい、まあキーレスからでも電動スライドドアは開閉できますし、はい、運転席、横にですねボタンがありますので、そちらからも開閉できますし、はい、まあ便利、便利ですね、本当に。はい、リアシートもですね、前後スライドがしますんで、まあ荷物をちょっと多めに乗したいなって、ラゲージに乗したいなっていう時には、まあシート前にすればいいですし、はい、あとはまあシートアレンジがありますんで、倒していただいて使うこともできます。はい、逆にシートを後ろに下げるとですね、僕が今座ってるんですけど、非常に足元快適、広い、長距離なんか乗っても楽じゃないかなと思います。はい、まあ非常に人気のエブリーワゴンなんで、先ほどスクラムワゴン乗ったんですけど、今回はエブリーワゴン、わりかし売れ線ですよね、うちでお貸しいただくんです。そうですね、はい、やっぱり人気がありますね。広いというか、まあ、荷物も乗せられます、ね。はい、格好もいいですね。いいですね。まあ、やっぱ電動スライドもやっぱり、そうですね、装備がいいというか、便利な機能が、まあ、わりかし多くついてるような感じなんで、つけてですね、はい、釣りに行っていただくのもいいし、 あ、 いいです、ね、あと四駆なんで、まあ、スキー場なんかに行かれるお客様なんかは、はい、ボードとか、はい、ね、気軽に乗して行っていただけるんじゃないかなとも思いますし、はい、使い勝手はやっぱいいです、ね、いいですよね、はい、遊びに行くのにそういう荷物が乗せられるっていうのは、まあ非常に、非常にいいですよね。まあ車検も3月まではついてますんで、今の段階ではあと3ヶ月4ヶ月ございます、試乗できますんで、ぜひですね、
一度ご検討いただいて、はい、ご連絡などいただければと思います。はい。じゃあいいですか。はい。ありがとうございます。